皆さん、こんにちは。まいまいチャンネルです。今日はですね、9月の23日土曜日ですね。今日はですね、なんかね、北海道雨が降るっていう天気予報でしたね。雨はまだ降ってないんですけども、なんか3時ぐらいから、あと今ですね2時35分でした。あと30分もしたら雨が降ってくるのかななんて思ってます。ですね、先日、今月ね、台風やらいろいろあったんですけども、私が入っている、入れてもらっている老人会があるんですけど、先日の、18日でしたか、今週ですね、18日に台風がひどくて、老人会、敬老の日をお祝いするっていう、ね、老人が敬老の日をお祝いするんですよ。18日の日にはお弁当が出て、みんなでまたお会いして、ワイワイと、まあ、普段と一緒なんですけども、そうやってこうみんな集まるはずでしたけれども、台風ですごい風、雨あんまりそうでもなかったんですけど、風がねすごかったなって。きっと私は少々の風では飛ばされないですけども、もっと年上の方なんかね、痩せてて、ちょっと足元がフラフラっと飛ばされるんじゃないかなって思います。なので、まあね、やめるっていうことで中止になりました。それでまあ、それはそれでいいんですけども、今月ね、私婦人雑誌を毎月撮ってるんですけど、パンプキンって言って婦人雑誌を撮ってるんですよね。今月9月号も、まあ、届いてたんですけど、ずっとまあ見てたらね、やっぱりね、9月は老人の日ということでね、健康のことやら、まあ、いろいろなことをね書いてるんですけど、老人って言ったら怒られるのかな、私も老人ですけども健康長寿の輝きっていうふうにね、この本に書いてありました。書いてあったというか、何名かの方がこの本に載ってるんですよね。7名、8名の方がこの本に載ってました。皆さんですね、93歳、一番お年が召しているのは101歳のお年がいってね、101歳、90歳、96歳、94歳、95歳と、みんなもう私の親のような、ね、みんな元気に、やっぱりですね、いろいろなことに興味を持つっていうことがすごく、なんて言うんでしょう、ただね、ぼーっとして、私もぼーっとするときあるんですけど、何かこういろいろなことに興味を持って、そのことに対して、興味を持ったことに対して挑戦していくっていうね、まあ、今まで経験したことのないことが、もしかしたらね、味わえるか体験できるかもわからないし、まあ、興味深いことがすごくいいんだなって、私もすごい興味深い女な、あ、おばあちゃん、女新しい出会い、人にね、会っていく、やっぱり人とね、会うことがすごい大事って、どのおばあちゃんたちもここに書いてありますね。たくさんの人に会って、
たくさんの人とお話しして、いろいろな話をこのねしていくっていうのが、やっぱりこの元気の源っていうふうにね書いてましたね。私もお友達、まあね、 YouTube は興味を持ってやってるんですけど、まあ私もいろいろなことをやってるので、まあね、毎日毎日忙しくてしております。このまんま元気に100、まあ一応120歳まで生きるっていうことになってます。友達は孫たちは120歳、ダメダメ全然。まあ美味しいものを食べると言っても、美味しいものはたくさん食べちゃいけない、今日のテレビに言ってました。テレビ今日ちらっと見たら、ちょうどですね、食べてダイエットするっていうね、要するにたくさんのいろいろな種類を少しずつ食べるのがいいんだっていうふうにね話してたので、やったって感じ。たくさん食べていいんだ、少しずつね。その代わり少しずつ食べて、いろいろな種類をね、たくさんの種類を食べましょうっていうふうに言ってたので、わあ嬉しいなと思って、そうですね、あと1年ぐらいしたら5キロぐらい痩せるんじゃないかな。そうなると、第一歩の目標が、ダイエットの目標が達成。妄想ですよこれ。なんか毎年ダイエットしてますけど、なかなかダイエットできません。でもね、痩せすぎると体は軽くていいのかもしれないですけども、どうなんでしょうね、痩せたことないから。わかんないです。まあね、元気な老人がたくさん、今はね、老人って言ったらなんか失礼ですよね、すいません、私も老人ですけど、老人って言われたくない。なんかそんなんで、今日は、あ、そうでした、今日ですね、朝の9時ぐらいに、ピンポーンってなったんですよね。それで誰かなと思ってドア開けたら、ドアの横に袋がね置いてあったんです。あら誰かなと思って慌てて表に出てったら、もう自転車でさーっともう逃げるようにして行っちゃったんですよね。朝早いから失礼かと思って帰りましたってメール来ました。赤飯とたい焼き入ってました。その紹介の動画あります、どうぞ。赤飯とたい焼き、今朝の朝早くでもないかな、9時頃ですね、いただきました。この赤飯、今朝炊いたのでお昼に食べてくださいって言われて、でもまだあったかくてね、今食べたらどんなに美味しいだろうと思って、とっても今食べたい感じもするんですけど、お昼まで我慢したいと思います。それとお赤飯と一緒に、お赤飯と一緒にたい焼きを3個、こんなに大きいたい焼きで見づらいですね、たい焼き3個、もうこのジッパー外したらたい焼きの匂いがもうすごくするんですよ。もう今すぐかぶりつきたくなるぐらい匂いがプンプンです。
ですね、これは昨日買ったそうで早く食べてくださいって言って、温め方もわざわざ電話で報告というか、電話じゃないわ、メールでね、温め方って言って温め方まで教えてくれました。羽根付きたい焼きですね、あんこですね、あんこがついてます、あんこ大好き、たい焼き大好き、本当にこうやってね私を太らせようとして太っちゃまずいのに、今日の、テレビでも言ってましたけど、やっぱり痩せたら膝が劇的に良くなりましたって言ってましたね。私もお医者さんに、整形のお医者さんに言われてます。5キロ痩せたら劇的に膝が改善されるよっていうふうに言われたので、でもせっかくですのでたい焼きも食べます。本当にありがとうございます、ごちそうさまでした、いただきます。びっちりあんこが入って美味しかったですよ。本当にね、ありがたいことに、お昼に、赤飯食べました。ですね、それからいつも我が家に来る4年生の孫が、今日は学校でね、なんかお泊まり会、学校に泊まるんですけど、夜にはカレーライスを食べて学校に泊まって、楽しいね、ひとときを学校で過ごすんです。まあ怖いのもありますね、トイレに行くのは怖いんじゃないかなそれでね、学校で今日はキャンプファイヤーがあるっていうことで、なんか今ね、3時になったら雨が降るっていうね、雨模様なんですけども、夕方にね、ちょっとキャンプファイヤーやってるかどうか覗きに行ってこようかなって思ってます。その動画も後からアップします。一緒に、この動画と一緒にアップします。じゃあ見てください。はい、ねキャンプファイヤー中止になってました。残念です。なんかね、子供たちも、私よりも子供たちの方が残念がってるんじゃないかなって。あとは、体育館運動場で、ご飯を食べて、まあね、楽しい一夜を過ごすんじゃないかなって。思います。ですね、なんか今日はいろいろな雑談で終わります。またの動画をお楽しみにではさようなら、さようなら、またね、さようなら。